好きなどんぐりの中でゴロゴロできるなんて。なんだい、ここは天国かい？はあ、まさにこの空間は私のためにあるような場所だね。戻ってこれなくなりそうだよ。ふかふかのベッドもいいけど、自然に包まれてだらけるのもまたオツなんだよね。ほらほら、あんたもこっちに来て一緒にこのパラダイスを堪能しようじゃないか。私の隣空いてるよ。こんな素敵な場所に連れてきてくれてありがとね。このためならいくらでも外に出るし、また連れてきておくれ。できればずーっとゴロゴロしてたーい。ねえ、あんたもそう思わない？ねえねえ、あたしと一緒にのんびりゲームでもしようよ。たまには休むのも大事だよ。あたし、お腹ペコペコだよ。あんた、なんか持ってない？おいしいアンパンでもあれば最高なんだけどね。一人でダラダラしてることが多かったからさ、あんたっていう遊び相手ができて結構嬉しいんだ。あたしみたいなタイプってさ、自分の領域に人が入ってくるの少し苦手だったりするんだけど、あんたは不思議と嫌じゃないや。ああ、今日もいい天気だね。こんな気持ちのいい昼下がりは何もせずにゴロゴロ寝転んでるに限るよ。はあ、最高だ。エリザベスパークって一生ここで暮らしたい。あ、何あんた、そこに立たないでよ。日差しが遮られちゃうじゃん。せっかくいい気分で日向ぼっこしてたのにさ。あ、そうだよ。私はリン、カオンっていうところに所属してて、今はこのエリザベスパークに出向してる。よく知らないけど、同盟っていうか協力関係にあるギルドっぽいからね。この牧場を警備してっていう依頼があって、私がカオンから派遣された感じ。まあ、あんまりやる気なくてゴロゴロしてるけど、だって牧場平和なんだもん。私がわざわざ警備しなくても特に問題ないから。それよりもあんた、私に何か用事だった？ああ、あんた郵便配達のお仕事をしてるんだね。それで今日はわざわざ山の上にあるこの牧場まで届け物をしに来たんだ。そりゃまあ、ご苦労様。ちゃんと働いてて偉いね。私には真似できないよ。ふむ、私宛ての届け物があるからあんたは私のことを探してたんだ。そっか、だから最初に名前を聞いたんだね。うん、私町まで降りるのが面倒だからよく通販を利用するんだよね。何か注文してたっけな。どんぐりの詰め合わせとか。うん、好きなんだ、どんぐり。あ、通販の商品じゃなくて手紙？誰からだろう。私町でもずっと引きこもってたから知り合いがいないんだけど。ママかな。あの人心配性だからよく元気にしてますかとか連絡してくるんだよね。お手紙ちょうだい。うん、ありがとう。お仕事ご苦労さん。さーてと、誰からの手紙だろう。げっ、カオンからの手紙だ。なんだろう、嫌な予感がする。え、何その反応。この年になってまで母親をママって呼ぶの変かな。
甘えん坊さんみたいで恥ずかしいけど、ママのことが大好きなんだもん。ママは町で暮らしてるから、しばらく顔も見てなくて。それだけは、ちょっぴり寂しいっていうか、不満かも。まあいいや、お手紙、ちょうだいってば。うん、ありがとう。どれどれ、誰からの手紙だ？げっ、カオンからの手紙だ。なんだろう、嫌な予感がする。読みたくないな。牧場での優雅な暮らしを終えて町へ帰ってこいみたいな通告だったらどうしよう。嫌だな。私一生ここで暮らすつもりなのに。あんた、名前は？ん？ねえ、申し訳ないけど、この手紙をどっかその辺に捨ててきてくれない？ダメ？うぅ。じゃあせめて代わりに読んでくれる？あんたというクッションを間に挟めば、どんなひどいことが書かれていても即死せずに済みそう。え？あんた、記憶喪失だから字が読めないの？それって、本当の話？苦労してるんだね。よくわかんないけど。じゃあ仕方ないや。薄目を開けて自分で読もう。一度活動報告がてら町に降りて、カオンの拠点に顔を出せ。って書かれてる。嫌だな。めんどい。活動報告ぐらいわざわざ出向かなくても手紙で済むじゃん。ねえ、あんたもそう思わない？まあいいや、緊急の呼び出しでもなさそうだし、せっつかれるまで無視しとこっかな。それでカオンをクビになっても、まあ仕方ないよね。そうなったら改めてエリザベスパークに所属し直して、ここの子になればいいだけの話。私は絶対にこの平和な山の上から降りないぞ。あれ、こんにちは。牧場で何してるの？また郵便配達のアルバイト？大変だよね。こんな山の上まで毎日のようにお手紙を届けに来てさ。感心するよ。すっごく足腰が鍛えられそう。私は歩かなすぎて、足の筋肉がどんどん衰えてるよ。じっと立ってるだけで足とか腰とかプルプルしてくるもん。もはや自分の部屋まで歩いて戻るのも億劫なぐらい。ねえ、私をおんぶして運んでくれる？ほら、報酬もあげるから。昼ご飯としてその辺で拾ってきたどんぐりを。誰もこんな山の上までどんぐり拾いに来ないのか。結構たくさん落ちてて食べ放題なんだよね。本当にエリザベスパークって最高。おいしいよ。私一生どんぐりだけ食べ続けてもきっと飽きないって断言できるもん。ああ、でもアンパンとかも食べたいけど。あんたはどんぐり食べたことないの？それはかわいそうに。人生を損してるよ。よしよし、私が一つ試食させてあげよう。ほら、これがどんぐり。小腹が空いた時のために常に何個か持ち歩いてるんだ。一つあんたにあげよう。はい、あーん。お？どうしたの？苦い顔してるね。美味しくなかった？え、思ったよりも硬かった？柔らかい品種とかもあるけどね。私はこのぐらい歯ごたえがある方が好きだな。私リスのビーストだからか、結構前歯が発達してるんだよね。って私のことはどうでもいいか。お仕事の邪魔してごめんね。え、なんでそんなこと聞くの？だってさっき部屋まで運んでって頼んだからか。
ここから見える大きな建物の中に個室があってさ、そのうちの一つを貸してもらってるよ。私、カオンから出向してきてるからお客さんみたいな身分でさ、なかなかいい部屋を与えてもらってるよ。こういうの役得っていうのかな。任期が終わったら牧場とはお別れして町に帰らなきゃいけないんだけどね。お気に入りの家具とかいろいろ運び込んじゃったし、ちょっと離れがたいな。仲良しの子とかもいっぱいできたしね。って私のことはどうでもいいか。お仕事の邪魔してごめんね。今牧場は繁忙期でね、誰も私の相手をしてくんないんだよね。だから寂しくってさ、つい声をかけちゃった。あ、りんちゃんは働かなくていいのって。私牧場の職員じゃないしな、仕事のやり方もわかんない素人が出しゃばっても邪魔になるだけじゃない。私はあんまり何の役にも立てないけど、せめて頑張ってる人の邪魔はしたくないな。そんなの本当に単なる粗大ゴミみたいだもん。あんたどうして私の手を引っ張るの。やめて、転んじゃう。私本当に足腰が弱っててふらついてるんだよ。最初のうちは邪魔になるのも仕方ないけど、できる範囲から手伝えばいいって。みんなきっと喜んでくれるから。そうかな、何度か知ったようなことを言うね、あんたは。あんたも記憶喪失で右も左もわからなくて、バイトでも失敗ばっかりだったけど、だんだん仕事を覚えて誰かの役に立てるようになってきて嬉しいって。私にもその嬉しさを知ってほしいの。うわー、ポジティブっていうかリア充っていうか、できるやつの発言だね。あんたが眩しく見える。世の中には頑張ったって何もできないやつもいるよ。だから手引っ張らないでって。意外と強引だな、あんたは。虫も殺せないような顔してるくせに。だから私にも優しくしてくれるんだと思ったのに。それにそっちも郵便配達のバイトをしてる途中でしょ。私に構ってていいの。仕事をサボって油を売っちゃダメだよ。もう今日は仕事ないから一日中私に付き合うって。なんだか放っておけないから。大きなお世話だよ、まったく。もういいけどさ、あんたも物好きだね。こっちこっち、ようこそエリザベスパークへ。あ、何なのその顔は。私にだってテンション高い日ぐらいあるよ。そんな誰だお前みたいな顔しなくてもいいじゃん。まあいいや。それよりも今日も郵便配達しに来たんでしょ。私宛ての小包みとかない。ずっと発売を待ち望んでたゲームと高級アンパンの詰め合わせを通販で買ったんだ。1ヶ月分のお給料全部吹っ飛んじゃったよ。高い買い物だったけど後悔しないよ。溜め込んでも仕方ないしね。お金はパーッと使っちゃう。牧場は衣食住完備だから支出は全くないし、毎日頑張って働いてる分自分にご褒美。いつ働いてたのって。私の仕事は牧場の警備だから、この辺をうろうろしてるだけで働いてることになるんだよ。それよりも通販で買った商品届けに来たんだよね。早くちょうだい。こっちはハンコとか用意して準備万端で待ってたんだからさ。お、その包み宛名がリンになってる。ちょうだいハンコ押すね。ぺったんこ。
やったー、ついに待望のゲームとアンパンを手に入れたぞ。ってあれ、なんか思ってたより包みが軽い。うん、まあいっか。あんたこの後時間ある？一緒にゲームやらない？牧場のみんなはお外で遊ぶ方が好きみたいで、あんまり一緒にやってくれないんだよね。だからゲームに付き合ってくれる人が欲しかったんだ。いいでしょ、今なら届いたばかりの高級アンパンを特別に一かけらだけ食べさせてあげてもいいよ。わーい、さすが、話がわかる。じゃあ私の部屋に招待してあげよう。散らかってるけど、多分あんたが座るスペースぐらいあるはず。あれなら先に部屋を片付けるから。同年代ぐらいの子と遊ぶのってちょっと憧れてたんだ。牧場のみんなは結構年下だったり年上だったりするからさ、意外と話が合わない時があるんだよね。みんな大人すぎたり子供すぎたりしてさ。うん、あれ、あんたは私と同い年ぐらいだよね。ちなみに私は17歳なんだけど。え、もっと年下だと思ってたの？ああ、だからなんか微妙に私には優しいっていうか子供扱いしてたんだな。確かに背低いし子供っぽいかもしれないけど、多分同い年ぐらいだからその点を踏まえて態度には気をつけてほしい。あんまり子供扱いされると情けないし。ふふん、じゃあおいでおいで、私の部屋までご案内。あれ、知らない？まあマニアックな趣味だしね。最近ちょっとずつ広まってきた娯楽の一種、私ハマっちゃってるんだ。そこそこ高価なハードって呼ばれる魔法道具にソフトって呼ばれるやつを差し込むと宙に画面が表示されてね、それを手で触ったりして遊ぶやつ。説明が難しいな。実際にやってみようよ。触ってみないと面白さが分かんないと思うし、いろんなゲームがあるんだよ。私も少ないお給金でやりくりしてるからあまり種類は持ってないけど、夢中になって一日中遊んじゃうぐらい楽しいんだから。あんたにも私の好きなものを好きになってもらいたいな。ふふん、じゃあおいでおいで、私の部屋までご案内。あ、ちょっと部屋の中が散らかってるけど引かないでね。うん、こんなことならもっと真面目にお片付けをしとくんだった。ちょっと数分だけ部屋の外で待っててくれる？軽くお掃除するから。なんでだろう、普段は他人にどう思われようが気にしないのに、私こいつにはちょっとだけいい格好をしようとしている。変だな。まあ、やっぱり人付き合いって難しいな。届けてくれた新作ゲームと高級アンパンの詰め合わせがあるでしょ。あの配達物の包みやけに軽いと思わなかった？うん、ゲームソフトは魔法道具の一種で特殊な鉱石とか使ってるから結構重いんだよ。もうちょい小型化してほしいんだけどね、運ぶだけでも大変だから。あとさ、アンパンの詰め合わせも20個入りとかだからもうちょっと包みも大きいはずじゃん。なのにほら、両手で軽く抱えられるぐらいのサイズだよ。包みを受け取った瞬間に変だなって気づくべきだった。はぁ、もう受け取りのハンコを押しちゃったよ。今更返品とかできないよね、やっぱり。
ちゃんと配達完了しないと、あんたも郵便配達のバイト代をもらえないだろうし、一応このまま受け取っとくけど。見てよこれ、新作ゲームは発売延期になったからって代わりにお詫びの品が入ってるだけ。なんかゲームキャラのぬいぐるみだって。嬉しくなくはないけど、私今日は徹夜でゲームするつもりだったのに。そのためにコンディションとか生活リズムとか調整してたのに。それでもアンパンの詰め合わせがあれば甘いものを食べてストレス軽減できたんだけど、まさかの注文ミスをしてたみたい。高級アンパンの詰め合わせじゃなくて、自宅で高級アンパンが作れるセットだって。なんか材料の特製小豆とかレシピとかが入ってるだけ。アンパンは大好きだけど、自分で作るのは面倒いよ。あんた私の代わりに作ってくれる？ダメ？よく見たら材料が全部入ってるわけじゃないのか。小麦粉とか牛乳とかいろいろ足りないね。まずは材料を集めないと、アンパンを作るのは無理っぽい。がっくりきた。いやまあ、寝ぼけて注文ミスった私が悪いし、ゲームも延期した分面白いもんを作ってもらえれば文句はないけど、楽しみにしてたこと全部後回しにされてかなりへこんじゃったよ。うす、ねえ慰めて。せめてストレス発散に私の手持ちのゲームで遊ばない？なんかこう爽快感のあるやつを一緒にやろうよ。ってあれ、こいつもしかして寝てる？ひどい、人が悲しんでいるというのにのんきに眠りこけちゃって。何光ってる。久しぶり、元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔、信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。疲れた、もう動けないね。お茶か何か飲ませて。お茶菓子とかもあると嬉しい。接待して、私今日は頑張ったもんね。ご褒美をくれてもいいよね。お、アンパンくれるの？ありがとう。うまー。体力がからっけつになってるから甘いものが嬉しい。エネルギーが全身に巡るまでちょっと横になって休ませてね。ゴロゴロ、はあ、やっぱり寝転んでると楽だね。私は今日は3ヶ月分ぐらい歩いた気がするよ。もう足の筋肉が悲鳴を上げてるもん。ういー、もっといたわって、私を甘やかして。って凛ちゃんって何さ、そんなに親しげだったっけ？別にいいけど、なんか子供扱いされてるみたいで微妙だから、いつもみたいに森近って呼んでね。
ううなんでそんなあんた、あたしのほっぺを引っ張るな。なんでって、あんたのせいでしょ。他人事みたいな顔をしないでよ。そうだ、全部あんたのせいだ。なんで私がこんな。責任を取って、帰りは私を抱っこしてお家まで運んでね。なんでそんなあんた、あたしのほっぺを引っ張るな。え、食べながら寝転ぶなって？食べかすがベッドに落ちるから？そりゃ失礼しましたね。でももう動けないし、アンパン食べたいから無理。落ちた食べかすも拾って口に入れるから、それで勘弁して。はぁ、しかし私は疲れたよ。せっかくの休日なのに無駄に汗かいちゃった。いつまでも引きこもりじゃダメだからって、学校に通う予行練習だって、私のお家から学校まで歩いてみたけど、途中で疲れちゃって動けなくなっちゃったね。外はカンカン照りだし、熱中症になったら大変だからってあんたが自宅まで運んでくれたけど、あんたがいなかったら私あのまま野垂れ死んでたよ。みんなは偉いね。毎日毎日あんな険しい道のりを歩いて登校してるんだもんね。私もちゃんと登校しなきゃとは思うんだけど、無理だ、しんどい。通学路の途中まで行ったら体力が空になるのに、さらに授業とか受けるんでしょ。考えただけでぐったりしちゃうよ。慣れないうちはあんたが送り迎えしてくれるの？だから頑張ろうって？そこまで迷惑かけるのもちょっと申し訳ないんだけど、私のためにこれまで散々骨を折ってくれたもんね。今投げ出したらあんたの努力も無駄になる。それはちょっと申し訳ないな。だからまあ明日からは頑張るけど、今日はもう無理。焦らない焦らない、一休み一休み。なんかベッドあんたの匂いがするね。ちょっと安心して眠くなってきちゃったよ。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めたら全部忘れちゃうわ。基本的にはあんたと、あんたが深く関わってる相手との向こうでの記憶を再生してるんだけど、ほんと今回はどの場面を再生するか迷っちゃったわ。あんたたちいつまでも延々と同じことを繰り返してるんだもん。変わり映えがなさすぎて逆に感心するわよ。あんたは何もわからないだろうから一応説明しとくと、あんたとりんちゃん、森近りんちゃんは同じ椿ヶ丘高校の生徒なのよね。しかも同じクラスで、あんたは教師に頼まれて引きこもってるりんちゃんに学校へ来るように伝えに行ったの。そこから関係性がスタートしたのよね。あんたはあの手この手でデブ賞のりんちゃんを登校させようとする。ちゃんと登校したらアンパンをあげるって餌で釣ったり、無理に抱っこして運んだりしてね。りんちゃんは抵抗してたけど、だんだん自宅から出られるようになって、普通に登校できそうになっていくわけよ。今回再生した記憶はそんな日々が続いてしばらくした後、予行練習としてお休みの日に二人でりんちゃんの自宅から学校まで歩いてみた日の出来事ね。この調子で頑張れば、りんちゃんはもうじき普通に学校へ通えるようになったはずだわ。毎日ちゃんと登校してれば足に筋肉もつくし、楽になっていくから。でもそんな風に、二人で支え合って、目指していた目標が達成される前に、世界は変貌し、あんたたちの向こうでの物語は中断しちゃった。それもなんだか悔しいでしょ？
あとちょっとだったのに。手が届かなかったんだから。でもまだ諦めるには早いわ。いつかきっとあんたたちの物語は再開する。普通に登校して二人で青春を満喫できるはずよ。それを目指してあとちょっとだけ頑張ってね。いつだってリンちゃんを外の世界に連れ出せるのはあんただけなのよ。寝てた。変な夢を見てた気がする。ダメだな、また屋外でごろ寝しちゃった。牧場は平和だから問題ないじゃないけど、うっかりお散歩してる牛とか馬とかに踏まれたら死んじゃうよ。ちょ、あれ、なんかあったかい？おお、なんで私に膝枕してるの？え、私が寝苦しそうにしてたから膝枕してくれたの？それに今日は頑張ったからご褒美って？いや、私特に何も頑張ってないけど、今日も普通にお部屋でゴロゴロしてたんだよ。お仕事のはずの牧場の警備もサボってさ。だからご褒美もらう権利ないよね。起きるよ。よっこいしょ。なんかたっぷり寝たらすっきりした。新作ゲームもアンパンの詰め合わせも手に入れられなかったのにね。あんまりそこまでひどい気分じゃなくなってる。だからアンガとね。あんたは本当にいいやつだね。疲れた。ここまで逃げれば大丈夫かな。いつまでも逃げきれないし、どっかに隠れたいけど、牧場って見晴らしが良すぎて身を隠す場所がないな。こうなったら山の中に潜伏するしかないかも。なんで茂みの中から出てくるの？え、こっちの方が近道だから牧場に来るときは山の中を突きちゃうの？こんな獣道歩くの逆に大変でしょ。足腰が丈夫なんだね、あんたは。って雑談してる場合じゃない！私追われてるんだよ！助けて！私の手を引いてどっか遠くまで逃げて！足音が近づいてくる。説明してる余裕ないから、とりあえず何も聞かずに言う通りにして。お願いだよ。なんで私を抱きしめるの？抱っこしてどっか遠くまで逃がしてくれるってこと？違うの？え、あんたもカオンの奴らに頼まれて私を追いかけてたの？じゃあ私飛んで火にいる夏の虫じゃん。ママと捕まっちゃったよ。うわー、ひどい裏切り者。あんただけは私の味方だと思ってたのに。謝られても仕方ないよ。アホ、結構いいやつだと思ってたのに。信じてたのに。あんたも私を外に引きずり出そうとする敵だったんだな。くすん、あんたまで敵に回ったなら、もう頼れる人は誰もいない。四面楚歌だよ。エリザベスパークのみんなも追っ手の方を応援してるし、私は孤独だ。しくしく、悲しい。ん？なーに、その顔は同情してるの？話せ！話してよ！アホ！信じてたのに！くっすん、こ
でがっちり抱きしめられたら、私の腕力じゃ振りほどけない。こうさんこうさん、私の負け。観念したから抱きしめるのやめてよ。結構痛いし、なんか変な気分になってくるから。女の子もっと丁寧に扱ってほしい。力を緩めたな、バカめ。この隙に逃げてやる。ギュッ、グビ猫をつかまないでよ、窒息するから。わかった、もう逃げないから。本当に。ん？何その顔は。同情してるの？私のことちょっとはかわいそうだと思うなら逃がしてよ。え、かわいそうだとは思わないの？あ、そう、そうだろうとは思うよ。わかるよ。うん、私定期報告のために山を降りて、カオンの詰め所に顔を出さないといけないんだけど、めんどくさすぎてずっと拒否ってたんだよね。そしたらさ、カオンのみんなが心配したみたい。報告書も提出してなかったから詳細不明で、もしや何かあったのではって疑われたんだよ。それでみんなしっかり武装して調査しに来たんだけど、私が部屋でゴロゴロしてるの見たら切れてさ、追いかけ回してくるんだよ。やだ、捕まったら怒られる、死ぬほどお説教される。カオンは緩いギルドだけど、だからこそ罰則とかが個人の裁量に任されてるし、みんな怒りに任せて私にひどいお仕置きをしそうな気がする。釜茹での刑とかにされそう。私そこまでの罪は犯してないよね。死にたくないよ。しくしく、私は平和にのんびり暮らしたいだけなのに。嫌なこととか苦しいこととかなるべく避けて通りたいだけなのに。なんで私の頭をなでるの？あんた、やっぱり私のことを子供扱いしてない？いや、まあ大人ですって胸を張れるようなことは何一つしてないけどさ。一緒に謝ってあげるから泣かないでって。泣いてない、やい。まあいいや、このまま逃げ続けてもどんどん状況が悪くなりそうだし、みんなに心配かけてちょっとは申し訳ないと思うし、カオンのみんなにちゃんと謝るよ。考えてみれば、わざわざ山を降りなくてもみんなが牧場まで来てくれて、下山する手間が省けてラッキーではあるし、ついでに近況報告とかしてお仕事完了っていうことにしよう。いやー、やっぱりカホーは寝て待つものだよね。おお、久しぶりだな、ランドソル。こんなに賑やかだっけ。人混みに酔いそう。ねえ、あんまり遠くに行かないでね。あんたとはぐれたら私確実に迷子になるから。うん、手つないで。私もともと人混みって苦手なんだけどね、基本的に動物ばっかりいる牧場で暮らして長いせいか、さらにそれがひどくなってるよ。刺激がありすぎて目がチカチカする。さっさと牧場に帰りたいし、とりあえずカオンの拠点を目指そう。私は実際どこに何があるかわかんないんだけど、あんたは場所わかるの？あんたはカオンに知り合いがいるんだ。意外と交友関係が広いよね。感心するよ。まあ私みたいなのとも仲良くしてくれるし、基本的に人見知りせずに誰とでもすぐ親しくなれちゃう感じなんだろうね。すごいな、尊敬する。あんたみたいになれるとは思えないけど、ちょっと羨ましい。まあいいや、さっさと用事を済ませよう。うん、
カオンにちゃんと報告書とか提出してついでに訓練を受けろって言われてるんだよね。こないだカオンのみんなが牧場まで来た時に近況報告はしたんだけどね、やっぱりそれじゃダメみたい。私がちゃんと訓練とか受けて更生しないとカオンからの除名も考えるってさ。いいんだけどね、もともと親に言われて無理やり入らされたギルドだし。でもギルドを除籍になったって知られたらママが悲しみそうだし、任務のためっていう名目で居座ってる牧場でも暮らしにくくなりそうだし、面倒だけど頑張る。再びゴロゴロダラダラできる平和な生活を取り戻すために最低限の苦労はするよ。私だってなぜかあんたがカオンのみんなに私を山から下ろすように頼まれてるっぽいし、私がちゃんとしないとあんたに迷惑がかかるもんね。それは申し訳ないな。さすがにあんたとは仲良くしたいよ。一緒にゲームとかしてくれるし、面倒を見てくれるいいやつだもん。あんたにとっては私みたいな手のかかるやつの相手しなくちゃいけないのは実際面倒なだけだろうけど。本当に？そう言ってもらえるならありがたいけどさ、あんたも既得だよね。あんたって人の世話を焼くのが好きなの？それとも私のことが？ってそんなわけないか。私好かれる要素ないもんね。わかってるよ。まあいいや、行こう。ダラダラ喋ってても仕方ないし。あんたまでお説教する。あんた記憶喪失なせいか無口だし、ガミガミやかましくないのがいいところなのに。まあ私がそれだけ口出ししたくなるぐらいダメなやつってことかね。私も自堕落なのは良くないなとは思うんだけどさ、こういう性格なんだもん。まあいいや、行こう。ダラダラ喋ってても仕方ないし。カオンのギルドハウスにはいつ出頭してもいいみたいに言われてはいるんだけどね、面倒なことは手早く片付けたいし、こればっかりはあんたに丸投げするわけにもいかないしね。私の問題だからさっさと出頭して訓練でも何でもして今日だけでも頑張るよ。そしたら褒めてくれる？頑張ったねってさ。褒められるほど大したことじゃないって理解はしてるけど、普通の他のみんなが当たり前みたいにやっちゃうようなことが私には簡単じゃないんだよね。甘やかされて育ったからさ、タッチできるだけでママって口にできるだけで偉いねって頭なでなでして褒められてた。そんな赤ちゃんみたいな好待遇でこの年まで育っちゃった。あ、別にそんな我が家のママの教育方針に文句があるわけじゃないよ。私世界一の幸せ者だよ。愛されて肯定されてすくすく育ったんだもん。好きなものだけ口に入れて嫌なことや大変なことは遠くにやってもらって。でも最近はそれじゃダメだってみんなが言うし、他のみんなは本当に信じられないぐらい大変なことをやりながら生きてるっぽくて戸惑ってるよ。私生きるのって大変だね。でもみんなそうやって生きてるんだよね。ああ、めんどくさい。What?
もギルドハウスで何してるの？私はご覧の通り過酷な訓練にヒーヒー言ってるよ。うん、報告書を提出して訓練を受けないと牧場に返してもらえないっぽいんだけど、実力が規定値に達したって認められるまでいつまでも訓練させられるっぽくてさ、私全然ダメで、もう1週間以上は通ってるよ。実家はランドソルにあるから、そこで寝泊まりしながらね。カオンのみんなは同じような訓練を毎日やってるっぽい。すごいよね。意味わかんないぐらい。私も心が完全にめげちゃってるよ。まあカオンってビーストたちの互助組織、動物園の中では武闘派で通ってるっぽいし、この程度の訓練軽くこなせて当然なんだろうけど、私向いてない気がするな。ビーストは身体能力に優れてる場合が多いらしいけど、私戦うタイプの動物じゃないもん。リスだよ、可愛い草食動物だよ。でもなんか動物園に入った時に適性検査みたいなのがあってさ、それでなぜかカオンに配属になったんだよね。拠点が実家から近くて通勤が楽だなって思って文句も言わずに配属されたんだけど、後悔してるよ。もっと適性検査の時に手を抜いておけばよかった。でも頑張ったらママが特製のどんぐり料理を作ってくれるって言うからさ、張り切っちゃったんだよね。私ご褒美があると実力を発揮するタイプだから、このめんどい訓練もなんかご褒美があれば頑張れる気がするな。あんたもそう思うよね。ねえねえ、頑張るからご褒美ちょうだい。ダメ、あたしをやる気にさせてよ、頼むよ。え、本当に？じゃあ頑張ろっかな。でもアンパンって言ってもいろいろあるよ。ちっちゃい頃にね、大好きだったパン屋さんがあるんだけど、そこで売ってた特別なアンパンがいいな。他のお店とか通販とかで買ったやつはなんか違うんだよね。美味しいんだけど、どっか満たされないっていうか、なんでだろうね。理由はわかんないんだけど。あんたと喋りながら槍の素振りをしてたら息切れした。なんで？確かにママが見てたら頑張れるけど。やめてね。ヘトヘトに疲れてぐったりしてる情けない姿を見せたらママは心配すると思うし、仕事サボりすぎて助手席になりかけてるって知られたくないもん。ぐ、じゃあ頑張らないとママを連れてくるって？それは励ましじゃなくて脅しだよ、意地悪。もっとこう、取引先に頼むみたいにして私をいい気分にさせつつ、やる気を引き出して。あんたと喋りながら槍の素振りをしてたら息切れした。もう今のところあんたはむしろ邪魔になってるよ。気が散るし話しかけないでね。頑張るから黙って見てて。10、11。あれ、なんか急に槍が軽くなったような。もしかして手から力が抜けて槍がすっぽ抜けた？いや、ちゃんと握ってる。じゃあなんで急にこんなに楽になったんだろう。槍だけじゃなくて全身が妙に軽いような。これなら素振り100本サクッと終わらせられるかも。
12、13、14。あいつがなんか剣を構えてうんうん言ってる。どうしたんだろう。お腹でも痛いのかな。あ、そういえば牧場の他のみんなに聞いたことがある。あいつには仲間をパワーアップさせる不思議な力があるんだっけ。そのおかげで私は槍を楽々振り回せるようになったのかな。仲間をパワーアップさせる。あんたは私のことを仲間だって身内だって思ってくれてるんだね。なんだか嬉しいな。散々迷惑かけてばっかりだったのにね。甘えて寄りかかって頼りっぱなしだったのに、あんたは私を見捨てずに今もずっと支えてくれてる。嬉しいな。アンガトね、好きだよ。多分ママと同じぐらい。はあ、訓練きつかった。結局朝から晩まで槍の素振りをしてたよ。もう腕の筋肉がパンパン。これ、明日とかにすっごい筋肉痛になるやつだよ。え？何？たっぷり運動して気分爽快じゃないかって？いや、私そういうスポコンみたいなノリは理解できないんだよね。まあ面倒なことを片付けられてちょっとは気分も晴れ晴れとしてるけど、もう二度とごめんだよ、正直。頑張ったのが認められて、カオンでの訓練は今日でおしまいになったけど、また来月活動報告がてら顔を出さないと訓練を2倍にするってさ。2倍って言うと槍の素振り200本？そんなの腕がもげちゃうよ。地道に毎日ちょっとずつでも筋トレとかしてたら余裕でこなせるって言われたけど、そんな気力ないなって。あれ、あんたどうして笑ってるの？ひどいな、人が苦しんでると嫌なのに。え、私いつもよりおしゃべりになってる？やっぱり体を動かしたせいでテンション上がってるのかな。地獄の訓練を無事に終えて達成感に満ち溢れてるのかも。ちっとも楽しくなかったし、ひたすら苦痛だったけど、でもやることやってこうやってあんたと一緒に歩く帰り道はなんだかちょっといいね。ずっとこういうのに憧れてた気がするよ。うえ、あんたまた光ってるよ。唐突に光るのやめて、びっくりするから。よいしょ。アンパン作るのって思った以上に大変だね。これは相当な重労働だよ。腕がもげそう。え、なに？なかなか様になってるねって。感想とか述べてないで手伝ってよ。あと疲れたからどっかでアンパン買ってきて、ストレス発散にやけ食いしたい。そうだね。アンパンは今作ってるんだから、先に市販品を食べたら感動が薄れるね。でも今食べたいんだもん。アンパン食べたい。禁断症状で腕が震えてきた。あ、そうだ、もう途中でいいから食べちゃおう。ホットケーキとかもさ、焼く前のやつが一番美味しいじゃん。生チョコ、生キャラメルに続いて生アンパン、これは流行るよ。ふふん、もしこれで美味しかったら次からは焼かなくて済むようになるし、一石二鳥のナイスアイディアだよね。あんたもそう思うでしょ。よし、そうと決まれば早速いただきます。ねえ、
にちゃにちゃしててまずい。やっぱり焼かなきゃダメか。どこにも楽な近道って用意されてないもんだね。せちがらい世の中だよ。あんこを生地の中に入れて、スピー。私寝てた？なんか意識がストーンって落ちたよ。今日はアンパン作りという過酷な労働をして体力を使い切ったからね。でも今寝たらダメだ。ちゃんとアンパン焼き上がるまで起きてなくちゃ。よし、これであとは焼けば大丈夫のはず。え？うん、あ、なに？肩を揺さぶらないでよ。え、私立ったまま寝てた？うう、体力が限界で寝落ちしちゃったみたい。起こしてくれてありがとうね。あと生アンパンはそんなに美味しくないからちゃんと焼こう。この状態で食べ尽くしちゃったらもったいないよ。よし、これであとは焼けば大丈夫のはず。パンのいい香りがしてきた。もうできた？まだ？もういいよね。オーブン開けるよ。わーい、アンパン会いたかった。あ、ちち、まだ触っちゃダメか。でも人生初のアンパン作り見事に達成したぞ。手伝ってくれてアンガとね。お礼に約束通りあんたの言うことも聞くよ。うん、ちゃんと明日からは学校に行こうと思うから、とりあえず私なりに努力はするから。それよりも一緒にアンパンを試食しよう。うん、うまーい。出来たてのアンパンってこんなに美味しくなるもんなんだね。こりゃたまらんよ。私間違ってた。出来たての自分で作ったやつも食べずにアンパン好きを公言していたとは。ほら、あんたも食べて。本当は誰にもあげたくないけど、あんただから特別。喜びを分かち合おうよ。二人で一緒に。はい、お疲れ様。あー、なんか私までお腹が空いてきちゃった。私には食べる機能とかないんだけどね。あんたたちやたら飲み食いするから羨ましくなってくるわ。まあともあれ、あんたたち着実に仲良くなってるわよね。お休みの日に一緒にパン作りって、どっちかというと友達でも恋人でもなく親子って感じだけど、いいと思うわよ。微笑ましくてさ。あんたもりんちゃんと交流することで心が癒されてるのかも。あんた最近すっごく優しい顔をするようになったもんね。外の世界には大変なことや辛いことも山盛りだけど、一緒に手を携えて乗り越えて喜びを分かち合える相手がいるなら全然不幸じゃないわ。むしろやっぱり羨ましい。いいな、あんたのパートナーは私だったのにさ。まあいいわ、今日はこの辺で失礼するわね。二人ともまだお子ちゃまなんだから、さっさと帰って夜更かしせずに寝なさいよ。また夢で会いましょう。これはアンパンじゃなくてあいつの後頭部だ。痛い、歯が欠けるかと思った。ごめんね、寝ぼけて噛みついちゃって。ってあんた私を
おんぶして運んでくれてるの？私が疲れ切って帰り道で眠りこけちゃったから。そっか、あんがとね。あんたもなんか光って急に眠らなかった？あれって夢かな。寝起きで頭が回らない。何か悩み事とか抱えてるなら相談してね。私じゃ頼りにならないかもしれないけど、同い年の相手に一方的にお世話されるだけっていうのも情けないし。ん？私にはいつも助けられてるって？私あんたに何かしたっけ？まったくもう意味不明なことばっかり言うね、あんたは。ねえ、帰りにどっかのお店でアンパンを買って食べようよ。すっごくそんな気分なんだ。疲れてるから糖分を補給したいし、お腹もペコペコだから。夢でさ、ものすごく美味しいアンパンを食べた気がするんだよね。あれをもう一度味わいたいな。夢だけじゃなくて現実でもあのアンパンを二人で仲良く頬張りたいな。私は怠ける天才だよ。更生させようなんて思わない方がいいよ。仕事のことはパーッと忘れて、大自然の中で至福のお昼寝。最高だね。生きてるって感じがするよ。なに？あんたも一緒にダラダラする？ぐうたら仲間が増えたら、あたしも心強いよ。あたしと違って、あんたはずいぶん働き者だね。すごいなと思うよ。ま、尊敬できても私には絶対真似できないけどね。私にはあんたが眩しく見えて仕方ないよ。あんたが仕事のできるすごいやつなら、私はどこでもダラダラできるすごいやつって感じかな。引きこもりの私がこんなに特定の誰かと接点を持つことがあるとはね。正直驚いてるよ。まあ、あんたがそれだけ配達に来てるってことだけどね。やっぱりあんたはすごいよ。仕事もそうだけど、あたしみたいな怠け者の相手を誰に言われるでもなく自分からしてるんだもん。まあ、その、あんがとね。実際、あんたがいると結構楽しかったりするし、これからも構っておくれよ。あたしのぐうたらに影響の出ない程度にさ。あたしのダラダラは誰にも邪魔させないよ。ほらほら、あんたもこっち側においでなさいよ。あんたが味方につけば百人力だからね。やらなきゃいけないことをおろそかにしてサボってると、いつかツケが回ってくるんだね。よくわかったよ。
あんたが一緒にいてくれてよかった。心細くないからさ。あんたと仲良くはしていきたいからさ。あんたに迷惑がかかっちゃうなら、私だってしっかりしようと思うよ。大事な人間関係までサボって、一人になるのは嫌だしね。私はあんたに散々迷惑とかかけてるのにさ、それでもあんたは私にずっと良くしてくれるよね。やっぱすごいよ。普通は呆れてどっか行っちゃうもん。一緒に遊んでくれたり味方してくれたり訓練を手伝ってくれたりさ、あんたといると普段めんどくさいことでも頑張ろうって思える。もちろんまだめんどくさがり屋だけどさ、少しは成長したと思うよ。あんたのおかげでさ。こんなんだけど、これからもよろしく頼むよ。物に囲まれて寝るのも良さそうだね。はあ、ダメだこれ。気持ちよくて落ちそう。おお、この本なら私も居眠りせずに読めそうだよ。ほい。極楽極楽、あったかいね。本当にやるの？やらなきゃダメか。はい、おすそ分け。はいはい。はあ、眠。ああ、疲れる。まだあるの？はあ、眠。たまにはやりますか。糖分補給。しみるね。はい、おすそ分け。邪魔邪魔。はあ、眠。はいはい。はあ、眠。はい、おすそ分け。もう疲れた、おぶって。はあ、眠。たまにはやりますか。糖分補給。しみるね。はい、おすそ分け。
はい、お裾分け。たまにはやりますか。糖分補給。しみるね。はいはい。私はもう眠くて。